マステ、こんにちは。インド人と結婚したカンちゃんです。今回はインドで結婚式を行った後にお寺にお参りに行く行事があったので、そちらを紹介したいと思います。それでは初日からどうぞ。1日目はお寺に行く前の準備をします。お寺にお供えをするお花を摘んでいきます。お庭にお花が咲いていたので、こんな感じで摘んでいきます。お花を摘んだ後はメイクアップタイム。今おでこにつけているものはスンドゥールと呼ばれるもので、結婚した女性がつける、結婚したことが一目でわかるマークです。男性にはこういったマークはありません。結婚式の時につけたこの結んである布を首にかけてお寺に行く準備完了です。結婚式の写真です。よく見てみると首にかけていると思いますが、そちらがこの布です。つながったまま移動します。見ていただくと分かる通り、布をつけたまま移動します。車で山の上にあるお寺に向かいます。今渡していたものは砂糖です。移動中もこうやって外を見ると結婚式が行われたりします。道中でサモサやお豆の料理を食べました。飲み物はもちろんチャイだったりコーヒーです。山のお寺に着きました。ここまでだいたい3時間ぐらいかかったので、車酔いをする私にとっては結構大変でした。ゲートに入ってから15分ほど歩きました。で、ここでびっくりなんですが、裸足で歩いています。裸足で外を歩くなんてことは日本でないのでドキドキしました。インドの文化で足の甲を触ることでリスペクトを表すのですが、こちらのオブジェにその足のが彫られています。残念なことに雨が降り始めました。突然の雨だったので誰も傘を持っておらず、雨の中歩くことになりました。おばあちゃんはサクサク向かっています。人によっては潔癖症と思うかもしれないですけど、もし足に傷とかあったら感染症とかかかるんじゃないかと思って、ヒヤヒヤしながら歩いてました。なので皆さん、もしお寺に行かれることがある場合はその点も気をつけていってください。今待機列の中にいるんですが、何か声が聞こえてくるんですね。初めての光景だったのでちょっと衝撃的すぎて、馴染むのに一生懸命した。異世界、異文化に来たんだなと思って、郷に入れば郷に従えという気持ちで、日本の文化はリセットして、ただただ状況を受け止めていました。こちらの袋に入っているものは神様へのお供え物です。で、さっきちょっと見えにくかったですけど、お供え物でココナッツも切ってますね。皆さん掛け声聞こえましたか？結構大きいですよね。そんな中、列の先を見ていると光り輝くものが、こちらはお寺の炎で、皆さん右手で火の上に手をかざし、その手を頭の上に持っていくことで自分のオーラを浄化するという仕草をしています。ようやくメインのお寺の中に入ります。また足の像があるので、その足のタッチして、それから中に入ります。まあ、お寺でびっくりだったことは、人が多すぎて押し合いになっているところですね。お寺の中の様子もちょっと撮影できたので見てみてください。もう本当に人がですね、多くて、押し合いで全然お祈りできるような環境ではなかったです。正直に言うと結構お寺の方も大声で移動してくださいっていうことを叫んでたり、どんな気持ちで皆さんお参りしてるのかなって気になりました。お祈りが終わった後は、こちらは女性の神様をお祈りしているので、小さな女の子たちにスイーツだったりお金を渡します。お
同じお寺の敷地内で別の儀式が行われてたので参加してみました。見よう見まねです。お寺の儀式の様子が撮影できたので見てください。こちらは洋服を着せ替えているようです。すべての行事が終わった後は無料食堂でご飯を食べます。このような感じで食料が配られます。すべてベジタリアンの料理で、ご飯、ロッティ、薄いパンとお豆のカレーいただきました。ご飯を食べた後はホテルへ戻りました。ホテルは9人で同じ部屋に泊まりました。朝6時ぐらいに起きて、また同じお寺に別のお祈りをしに行きます。見ていただくと分かる通り、裸足で皆さん歩いています。雨の中で裸足で歩いています。靴で歩いている人もいるんですが、多くの人が裸足で歩いています。2日目はパートナーさんが持っているこちらの旗をお寺にお供えに行きます。今からまたお祈り行きます。2日目も結婚したことのシンボルである布を首にかけています。行きます。またデイワンと同じ場所に行きました。デイワンでも同じようにしましたが、足の形をしたオブジェにタッチをして進んでいきます。すべてのお祈りが終わった後は、お寺にお参りに来ている方々にリンゴやスイーツ、揚げた食べ物、そしてお金を渡します。今ちょっとひとまず終わってほっとしているところです。はい、今日最後のお祈りでした。この時は最後と思っていたのですが、実は違いました。他にもイベント、儀式があるのでご覧ください。このげんなりした顔の理由の一つは、トイレに裸足で行かないといけなかったということです。公衆トイレに裸足です。さて、気持ちを切り替えてお昼の時間です。お寺内に昼食を取れる場所があったので向かいました。こちらも無料です。お昼のメニューはじゃがいものカレーとスイーツ、そして薄いパンを揚げたものです。こちら受け取っているものが揚げたパンです。ご飯を食べた後は下山です。下山している際に音楽が聞こえてきたので見てみると、結婚式が行われていました。こんな感じで皆さん踊りながらお寺に向かっています。一応記録として顔についている模様を撮ってます。日本の家族からは怪我して血が出ていると思われてびっくりされました。お寺参りはこれで以上かと思いきや、なんと別のお寺へ向かっております。お寺周辺にはこんな感じでお店があって、フレッシュなお供え物の食べ物を作ってます。目の前で新しく作ってくださるので、まあ、フレッシュではあるんですけど、まあ、よく見てみると茶色い色、まあ、オイルの色なんですけど、なかなか何度も揚げているようで、食べるのはちょっとやめといた方がいいかもしれないです。私はお供え物としてこちらを購入することにしました。乾燥したお米だったり砂糖も追加されました。さて、夕方になりました。これからお寺に入ります。このお寺はヤギが祀られている場所です。お参りが終わった後はディナータイム、お寺でご飯を食べました。
こんな感じでスタッフの方がご飯をよそってくださってます。こちらはお豆の料理です。あっという間に3日目になりました。今持っている旗はこちらのお寺の旗で、私たち購入してこれから奉納しに行きます。まだ首に布をかけています。お寺の中は撮りにくかったので景色だけお見せします。こんな感じです。お祈りが終わった後、今お寺前の景色を映しております。まあ、お猿さんがいたり、お太鼓を叩いている人がいたりして賑やかでした。音楽を聴くとダンスがしたくなるようで、動画には撮っていないんですけど、みんなでダンスをしました。今回でこちらのお寺のお祈りは終わりました。ここで全ての行事が終わりかと思いきや、なんとまた別のお寺に行きます。いつもであれば道端のお店も結構楽しみながら見ていくんですけど、今回は楽しむ余裕があまりありませんでした。疲れてしまいました。結構暑かったのもありますね。お寺の前に着きました。ここで靴を脱いで裸足でお寺内に入っていきます。お寺の中はこんな感じです。木の根元にあの旗を奉納していきます。インドはキャッシュレス社会になってきているので、お賽銭もオンラインで払えます。終わりと思ってましたが、まだありました。ラスト、今がラストかもね。これからラストの、ラストと思ったのが3回ぐらいあったけど、じゃあラストのお祈り行ってきます。無事これで最後の最後のお祈りが終わり、帰宅することができました。最後まで見てくださりありがとうございました。 Thank you for watching. Fermi Engage.